ございます。おっす。ヘイ。おはようございます。おはようございます。走ってきました。はい、走ってきました。ね、走ってきました。パッツになった僕と、はい、初登場の、はい、クラブバンビの時です。はい、時くんで、はい、今日はお送りしていきたいと思います。はい。では早速、オープニングの方、はい、いきたいと思います。オープニングどうぞ。いやー、いえー、今日はあれっすね、三河さんおらへんから、そうっすね、コメントが伸び悩むであろうことですけども、そうっすね、みんなコメントで助けてくれたら嬉しいかな、はい、コメントで9割助けてください。はい、ツイキャスとか出たことあるんね。そうっすね、ナイトチューブが初めてですね。初めて。はい、まあ結構バンビ長いのにね。長いっすよね、なんか、うん、よく考え直したら、うん、やっと出た。はい、ようやく。まあ多分見てる人は知ってる人もおるし、知らん人も、知らん人がほとんどっすよね、多分ね、多いと思うけど。そうですね、こういうものまあまあ出たことないんで。まあまあ苦手じゃん。そうっすね。直接多分会って喋る方がどっちかというと得意っす。まあまあそうやね。そうですね、あんまり苦手やんな、こういう全国放送的な。そうっすね。はい、もう画面通してこう晒されてる状態じゃないですか。うん、まあ、手汗がもうすでにやばいですから、ね、もうやばいんや、はい、もうすでにやばいです。走ってきたってのもあるんですけど。あ、そうやね。ね、投げ投じさんどうしたの。投げ投じさん今日出ません。はい、楽しみにしてたかもしれんけど今日出ません。はい、はい、ごめんなさい。ね、そっかそっか言うて、みんななんか三河さん出へんか、冷たい。ちょっと冷たいですね。冷たい気するけど大丈夫。みんなわらわらしか言うてくれへんやん。すごいですね、もう草の本数が。あ、草ってしてんねや。はい、してます。最近してました。つい2日ぐらい前ですね。なるほどね。はい、バンビで歌うまいのいるね。いるね。バンビ ね、結構全員歌うまいんよ。そうですね。なんか、音痴見たことないですよね、まだ。多分一回、ナイトチューブで多分一回カラオケみたいなのやってなかったっけ。あ、俺知らんねんけど。やったんすか。多分ラスベガスとか行ってる間に歌歌いまくってたみたいな、みんなで。ねえ、大体歌うまいで、みんな。ほんまに歌手目指してた子とかもおるし。そうですね。なんかライブするって言ってたよ、みんな。ライブ、いつやったっけな、2月何日かなんかに。あー、うん、ライブか。そう、アトムグループで一番歌うまいのは、歌うまいの誰やろね。何ですかね。だからまだ多分それの決定戦的なのはやったことないですよね。ないね。アトムグループで歌うまいの誰やろな。いや、でも名乗りを上げてくるやつは多分5万といるでしょうけど。うん、5万人もおらんけど。まあそうですね。そこ5万人もおらんけど。多分みんな我こそはみたいな感じじゃない。いや、そうですね、自信がある子が多いですよね、うん、ああ、そうやね。どっちがバンビ。両方。はい、両方バンビです。両方一応バンビなんですけど。両方一応バンビ。うん、アトム、そう、アトムって大阪のあれでございます。そうそうそう、アトム本店が、はい、グループ僕らのグループのアトムグループっていうんですけど、そこの東京が、バンビっていう1店舗で、はい、やってます。はい、左の人雰囲気あるわ。あるし、雰囲気、初心者の雰囲気。まだ汗が止まらない。やめて。やめて。まあ、ちょっと緊張するもんね、やっぱね。そうですね、で、うん、画面越しに俺ってこんな髪明るかったっけなと思ってますもん、今。でもちょっとわかんで、なんかさ、はい、なんか代表言っててんけど、はい、なんか自分の、はい、映りがあるらしいよ。あー、今多分 NOW で模索中っすね、今それ。これこんぐらい、僕顎引いた方がいいっすかね。どれがいいんか分からへんもん。そうですね、なんかテレビの画面でよく映るって難しくないですか。うん、いや、これでしかやったことないから分からんねんけど。僕潜在も苦手なんですよ。あ、そうなんや。写真っていうか。パネル？はい。なるほどね。なんか彫りが深いんで、僕基本的に影をつけたいんですよ。うん、
かっこいいなと思ってたんで、ああ影つけると多分心の彫りがめっちゃ深いから、うん、全部ここ真っ黒なんですよ。ああただのコナンの犯人みたいになってますからね。いや、つけんでもいけるやろ。全部多分光で飛ばさないと本当に彫りの深さだけ強調されるみたいな。マジで？あの、出てほしくないとこだけ出てみたいな感じですよ。へぇー、羨ましいけどな、俺からしたら。いや、結構苦労しますけどね。まあ、自己紹介してもらおうか。はい、あの、さっき多分一回言いや、他にもあるやろ。そうそうそうですね、うん、何を言ったんですか。あるやん、なんか自己紹介。自己紹介ですか。例えば、だから名前は、まあ、名前を言ったとして、はい、次何をじゃあ、なんか、多分最近あまり、たまにしか喋んないですけど、うん、逆になんか僕に聞いてみたいこととかってありますか。なんかでもそれを多分逆に聞きたいかも。あのね、もう泣いたな。だってだいぶ知ってるもん、もう。いや、まあそうですね。なんか多分普段こう思ってることとかないですか、僕に。ないな。あ、思いのほか無関心ですか。みんなが聞いてみたいの聞いてみようよ、じゃあ。そうですね。あ、じゃあ名前が、クラブバンビの、うん、上白時です、うん。はい。で、名前以外何言っていいか分かんないんで、ああ、まあ、聞いてみたいこととかあったら、もうぜひ、今、聞いちゃってほしいです。よし、はい、どうぞ。はい、ヒカルさんないらしいんで。僕はないです。趣味。はい。趣味、僕、結構、服買うのが好きなんですよ。どっちか着るのも好きですけど、どっちかって言ったら、うん、服を買うまでの過程が大好きなタイプです。ほう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 。もう手に取って試着して、うん、お金払う瞬間がめっちゃ好きみたいな。全然共感できひん。やばい、真逆かもせえへん。マジっすか。買って、はい、次の日が楽しみやろ、それ着て仕事。そうですね。なんかこう、多分一回着るまでの過程ですね、本当に。あ、なんかこれかっこいいなとか、これ着たら俺こういう風になるんだろうなっていうのを想像して、うん、買って一回着てみたいな。で、次からは全然もう何の感情もないみたいな。あー、もったいな。そうですね、うん、着てない服全然ありますから、ね、もったいな。え、マジで、はい、絶対ないねんけど。そんな秋服多分僕もう今もうめっちゃ寒くなったんで着れなくなった秋服一回も着てないので今2着ぐらいあります。マジで2着ありますね。誰かにあげたら。でも、もう袋閉じにしてこう飾ってます。なんやねんそれ。来年着るみたいな。そうですね、多分来年着ないですよね。、うん、聞いてみたことは逆に何でもいいよ。何でもいいよ、拾っていくから。趣味は何ですか。趣味、あ、これ多分これださっきから。で、川野とか好き。あ、たまに買いますね、川野。うん。で、うん、多分ワイシャツとかなんか本当にこうスラッと着るようなもんだったら、うん、デニムとか結構好きですね、川野。うん。待って。シルエットがめっちゃいいんですよ。ちょっと待って。はい。俺気になることあんねんけど。はい。気になることできた。はい。はい、霊感ある？霊感っすか。何の質問？何を聞きたいね、一体。霊感はないっすね。なんか後ろに何か取り付いてそうってよく言われるけど。はい。霊感聞いてみたいな。いや、確かにでも気になりますよね、霊感。たまにありますよ、霊感あるって聞かれますよ。ありそうなんじゃん、見た目。だってさ、この画面見たら俺めっちゃ黒ない？なんか。逆になんか白すぎません？白白い、白ちゃうわ。白白じゃない、白じゃない。あれちょ、ええ違う状況やな、名前が。もう入店当時白イコール白みたいなって思ってる。なんで白の代名詞いつの間に白になってますか。もともと僕やったね。古着屋に売ったらそれはちょっとって感じだね。あ、誰か下の子にあげたりしたらいいんじゃん。そうですね。いいや、クリスマスプレゼントにしていいや。あー、そうですね、クリスマスプレゼントしましょうか。だって女の子で誰か着たい人います？僕のデニムシャツ。誰も着たくないでしょ、多分。デニムシャツって女の子でも使えんじゃん。そうですね。でも使えるけど、どうなの？形がもう若干多分男っぽいんじゃないですか。うん、女の子が着るのって多分ボタンの位置とかが逆なんで。あ、そうやね。それ知らんかった。俺最近知ってん。え、マジっすか？うん。俺服全然知らんから、マジで。え、ヒカルさん普段、あれですか？出かけるときとかって、うん、もちろん私服で出かけるじゃないですか。うん、もうなんかもう適当にあるものを着るみたいな感じですか。うん、めっちゃシンプル。え、じゃあ仮に私服出勤とかってうち今あんまないじゃないですか。うん、私服出勤っていうのができたらどうします、うん、あ、それはちょっと頑張ってみる。あ、そうですか。うん、服
服屋さんの人にコーディネートしてもらう。いや、ちょっと待って、それ多分違いますね。なんかあんまないねんな、なんかこれが着たいで一目惚れするときはあるけど、はい、雑誌とかも読まないですか。雑誌読まへん、雑誌嫌い。雑誌嫌いなんですか。うん、あ、雑誌が嫌いか。え、あれさ、分からへんねん、雑誌見て、はい、それに似てる服探すの。そうですね、まあ、あのブランドとか大抵載ってるんで、はあ、全く一緒の買うとか嫌や、そんなあんなんかさ、雑誌載ってるブランドもクソ高ない。いや、多分あれジャケット30万、誰が買うねんってなる。いや、多分なんだろう、普段からどこの富豪やねんってなる。いや、でもまあ、でも普段からそういうの着てる人もいるし、普段は全然違う服を着る人もいるだろうし、うん、まあね、ある意味こう、なんだろう、映るからみたいな感じですよね。まあね、あれは月にいくらぐらい使うの。服ですか、やっぱバラバラっすけど、うん、やばい時でほんと給料全ほぼ全て使ってしまったとか。マジで？ありますね。すげえな。いや、だから多分昔からなんですよ、僕。絶対ないわ。高校生の時かな、うん、一回メンズ109にハマったんですけど、うん、で、僕がその北海道出身なんですけど、うん、で田舎ですることないから金だけ貯まってくんですよ。うん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 。で、もう卒業する時に60、70ぐらい貯まってたのかな。うん、半年で吸ったっすもん、服で。おう、マルキューの服で。マジで、はい、吸ったって言えへんよな、服は。それギャンブルの言葉やけどな、多分。ほぼギャンブルす、僕服買うとき。マジか、はい、すごいな。で、服好きな人とかめっちゃちょっと羨ましいねんけどな。いや、でもなんか逆に、うん、なんだろう、服買うってなって、うん、飽きた時が怖いんですよ。なんで買ったんだろうみたいな。うん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 、うん、で、買った時の自分に後悔するみたいな。で、また新しい服買ってみたいな、また後悔する。あ、服好きなんやろ。好きっす。ええやんだ、それで。そうですね、うん、みんなスーツ出勤なの。あ、まあでも一応私服でもええ時はあんねんけど。そうですね、基本スーツやんね。なんかジャケット着用みたいな基本、はい、ちょっと漏れるやん。そうですね、3割増し3割増しですね。私服よりスーツの方がちょっと色気出るかな的な感じで、はいはいはい、うん、みんなやっぱあれか、私服の方がええんか。いや、でも今多分ほとんど私服っすよね。たまにでやろ、私服は。逆になんか取り入れてみたくないですか。試しにこう1週間とかで、うん、もう絶対私服出勤しろみたいな。めんどくさー。それ多分めんどくさいの、ヒカルさんだけっす。めっちゃめんどくさいやん。一回やってみてもいいと思う。ほら、ヒカルは自然体がいいよって書いてくれても、そうやんな。何でもいいよね。うん、確かに。そうやんな。なまってる。ああ、うん、そう、俺、ずっとおるから気づかんわ。多分、なんだろう、北海道なまりがまだ若干残ってるみたいな。なまらなまってんもんね。いや、でも、それがもうなまってます。でも、バンビにいて、なまってるって言われることがないじゃないですか。うん、そもそもみんなこう、そうやな、全員なまってるからな、関西弁やし。標準語喋れるようになりたいねんけどね。そうっすね、うん、クリスマスプレゼント言うてね。なあ、そやな、もうそんな季節やな、うん、そうっすね。全然やわ、ここ何年かずっと仕事やからね、クリスマスは、うん、スーツのイメージある、確かに。そうだ、みんなスーツ、ほとんどスーツっすよね。ジャケット必須、まあ必須まあ、あった方がいいって感じですからね。まあでも私服よりやっぱスーツの方がね、男はちょっと漏れるっしょ。雰囲気出ますよね。そう、うん、いや多分仕事してます雰囲気が多分、うん、出るんで。俺多分私服とか着たらちょっとチャラくなるんちゃう、こんな髪色やし。そうっすね、なんか、うん、顔もわちゃわちゃしてるしね。否定せえ。何笑ってんねん。見てる人誰か否定してくんないかな。なんでやん、ずっと画面見てました。スーツの方が楽。あ、でもスーツの方が楽やね。俺はやけど上下セットアップなってるから、なんか別にワンポイントパッて入れるだけでおしゃれに見えるやん。 うん、ネクタイとかもそうですよね。そう、ネオホストちゃん、ネオホストうちおらんな。そうですね、てか全員酒飲むしな。肝臓だけで言ったら僕がネオホストですもんね、一番。そやな。そやな。肝臓だけネオホストですから、ね、ちょっと弱いもんな。はい。関西のどこ出身。あ、僕兵庫県です。で、こっちは、北海道です。ね、はい。北海道って今寒いよねって全員知ってる情報や。多分、毎年この時期そうっすね。外国の方も知ってる情報やな、それ。
部屋着でいいよ。でも部屋着でいいんやったら俺それがいいもん。そもそも今全国的に寒い時期ですもんね。そやな、部屋着でいいんやったら俺もそれがいい。そうですね、なんかもう本当にスウェット出勤とかいいっすよね、うん、できるんだったらやりたいっすもん僕。多分俺もうめっちゃ砕けると思うで、なんか安心しちゃって。僕多分寝癖っす。あ、いいんちゃう、みんな寝癖、寝癖、あ、寝癖イベントとかいいな。誰も来ないでしょ。誰も来ないでみたいな。まあいっぱいコメント来てるんで全部そうですね読めるように、はい、とりあえず、はい、CM の方行きたいと思います、はい、どうぞ、はい。ケーキ食べんのとかケンタッキー予約しないとねとか、なそういうのしたいな。そうですね、クリスマスは大体もうベロベロやからね。そうですね、うん、なんかもうあのケーキ食ってる日もあったらヘパリズムみたいな話ですもん。うん、食べるってなったらお店で食べたりね。サンタさん、ね、信じてる？僕の場合は小学校2年生で疑い始めましたね。ああ、すでに早いね。サンタさん信じてる人にしか来へんから、はい、大人はみんな信じなくなるから来へんとなるんで。そうですね、うん、って言っとくわ、はい。クリスマスどんなことする予定なの？まあ、今んとこみんなサンタコスでちょっとプラン練ってるんで、ツイッターとかあのバンビの、お店のツイッターとか、見てもらったら詳しいの分かると思うんで見てください。はい、見てください。どんなの着るの？僕トナカイですかね。あ、それ自由や多分。あ、自由ですか。うん、トナカイいいんちゃう？それかもうソリっすよ。なんなんそれ。なんなんそれ。いや、なんかもうあのきっぱりとかやりたくないですか？何を？サンタ役、ソリ役、その上に乗るサンタ役みたいな。絶対全員サンタがいいって言うやろ。そんな僕多分それあのもう一周回ってもあれですソリがいいっす。あー、待って、パジャマパーティーとかやりたい。やりたいですね。なんかパジャマパーティーめっちゃええやん。今すげえ、なんか疲れなさ、あの腰とか痛くならなさそう。スーツの時なんかピシッてなれへん？そうですね、基本うんね、まあピシッとしてる方がかっこいいんけどね。店行きたい。あ、ぜひぜひ来てください。今もオープンしてるんで、はい、初回1000円で、はい、どうでしたろう。はいね、ぜひ連絡もください。はい、頑張ってください。はい、自由、まあね。いや、代表は絶対にちゃうやろ。代表は絶対サンタやろ。うん、代表ソリだったらちょっと僕引きますね。ちょっとその日出勤したくないです。あんまりいじりにくいな。そうそう、お客さんとかしかな。はい、うん、光くん何着るん？僕は何着よう。何でもやれんけどな、もう。もうあのサンタクロースのプレゼントの袋とかでいいんじゃないですか。もう意味わからんやん、そうなったら。何でもありっすね。うん、何着よう。普通にサンタさんでよくない？あれちょっとなんかあれやしな、年に1回やからちょっと漏れるしな。全身赤なんか1年に1回だけですからね。ちょっとかっこよく見えるしな、はい、うん、代表、場所は、あ、場所は歌舞伎町です。はい、歌舞伎町の住所ですか？住所、住所覚えてる？はい、言うてて、歌舞伎町の、はい、2の
24-6 おのフランドビルの2階です。おい、はい、すげえ。最近かな、3日ぐらい前に僕ドライヤー注文したんで、うん、その時に、あ、それでやとしたら遅いな。遅いですね。だいぶ遅いですね。たまに22丁目とか言っちゃいますもん。どうそれ見て。ドライヤーの人は超怒りますからね。どういうこと？サンタ何人いるん？サンタ、え、多分全員サンタやと思うで。なんか喜んで、なんか、ねえ、光はツリー。なんでも、俺ツリーでもよ。ツリーでもいいよ。ツリーか。ツリーでも、うん、もうね、女装嫌やねん、もう。女装。女装。あれきついっすよね。結構なんか女の子、あれやんな。女装ええやんみたいな感じになれへん。女装。なりますね。うん。なんか多分女の子からしたらやっぱこう、面白いっていうか、絶対普段見れないじゃないですか。そうやね。普段もうそんなもん外でやったらこうじゃないですか。うん。基本的に。だから多分女の子からしたらめっちゃいいっすよね。女の子バージョン。はい。女の子のほんまにすごいなって思ったんが、一回あのハロウィンの時に、なんかヤマンバみたいな、はい、罰ゲームで女装して、はい、まつげすごいなって思った。あ、もう目開けとくんがめっちゃしんどいから、あれ重いっすよね。重いし、ファンデーションもなんかもう今すぐ取りたくなるし、着たいってなるし。常にマスクしてる感じですもんね。そう、わかりますね。もう嫌やったもん、なんか。大変やな、女の子ってな。サンタって今いるんですか？あ、いる、多分いてると思うよ。うん。そうっすね。わからん場所。なんて言ったら、あそこの通りってなんて言うの？なんて言うんすかね。あ、それで電話したら迎えに行くよ。あ、そうっすね。全然迎えに行くよ。今ちょうど多分、テルが出てる。あ、ほんまやね。はい。ぜひぜひ、全然。はい。ナイトチューブ見なし、ブラ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 。はい。ナイトチューブ見ましたって言って来てくれたら。うん、今めっちゃ気づいたこと言っていいですか？うん、多分僕多分初めて出たからでしょうね。多分 LINE の ID で僕のところで持ってないっすわ。そうやね。あ、どうしようかな。もうちょっと、はい、早めに着いてたら忘れとった、はい、あ、なるほど、うん、やった。多分もしまあ Twitter 見てくれて、はい、Twitter 見てくれたら多分早いと思うんで、うん、そうやね。はい、紙してるときって紙に、代金の代うん、に、北斗の塔に輝くで多分出てくるんで、はい、大金の大やめへん、大金。それぐらいしかも見当たんなかったっす今。大金の大やめへん。そうですね、うん、若干欲が出ました、うん、大金の大やめよ。はい。女装似合いそう、光くん。それね、みんなに言われんねんけど、俺絶対似合わへんから。なんかでもなんか想像したのとは違いますよね。うん、なんかみんな絶対可愛くなるとか言ってくれるけど、一回やって、大阪時代の時に、はい、もうやばかったから批判。批判って。そうそうと違うみたいな。なんかでも普段こう。めっちゃ肝なってもうて。だからトキみたいな、こう、彫り深い顔とかの方が、はい、綺麗になるから。いや、って思うじゃないですか。うん。僕一回やったんですよ。そしたら、フィフィーズ。え？フィ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 ーズ。あー、モデルさんの。そうですね、一周回ってロボみたいになるんですよ。はい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 。まあええやん、外人顔やろな。そうですね、なんかなんだろう、外国とかフィリピン系のちょっと危ない店の女の子みたいな。なるほどね。感じになるっすね。なるほどね。クリスマスプレゼント欲しいな。ね。ですね。欲しいね。僕らもらうことがないですからね。ないね。はい。うん。もうな、ツイッターもやってるよ。毎日、従業員全員更新してるし、はい、多分ね、いろんな社名が、はい。いろんな社名、みんな載してると思う。詐欺社名。詐欺社名。うん。もう10枚ぐらいパシパシパシと、で、はい、一番良かったのをアップするからね。そうですよね。うん。あ、そうや、11月限定ってなってるな。あ、12月も、実は、はい。ご新規様60分1000、シャンパンコール付きが、はい、大好評すぎて、そうですね。大好評すぎて、いっぱい来てくれて、大好評につき、はい。12月も、はい。やっちゃおうということで。やっちゃいましょう。はい。まあ、でも、もう12月で、はい。終わりかなっていう。そうですね。さすがにね、はい。60分1000円、シャンパンコールつき、はい、大好評につき、はい。12月、やっちゃいます。はい、ということで、はい、皆さんぜひ来てくださいね。そうですね、ちょっと早めのクリスマスプレゼントって感じな、
わー、ね、俺もそんなん言えるようになりたいな。いやだって僕見せ場作ってないからね、はい、光くんの LINE はそこ載ってるよ、はい、大阪時代やったことあんねんなマジで。プロにやってもらい、あ、そやな、プロにやってもらったら変わんのかな。いやでも変わるでしょ。いやもうでも失敗した時が嫌やもん。でも多分失敗するリスクをこう抑えるためにプロっすよ。でもなんかさ、俺はよく分からんけど自分に似合う化粧とかあるんでしょ、女の子とかは。そうですね、うん、あんねやろ。多分それを俺は探さずにやるってなったら結構ギャンブルじゃない。ギャンブルっす。それでミスったらもうその日一日最悪やろ。もう何が一番恥ずかしいかって、それでこう初回もらうじゃないですか、うん、で送りもらうじゃないですか、うん、でこうお店また会えるってなるじゃないですか、うん、でこう例えば同伴とかして待ち合わせだった時に、うん、え、誰って。ああそれがきついですよね。なるほどね。どこにいるのか分かんないっていうか、そもそも顔を覚えてないみたいな。なるほどね。女装してきて、はい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 。まあでも女装してね、はい、指名とかもらってもな、はい、次会った時な、はい、あれってなるもんね。絶対なりますね。たぶん僕の場合たまにめっちゃ思うんですけど、うん、すっごい変なコスプレしてるじゃないですか。送りもらった段階で、うん、よくこの子は俺のこと送りに選んだなって思うんですよ。おー、腕じゃん。それ違う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 、たぶん物好きですね。腕やんそれ。腕っす。あ、腕がええねやん、それは。喋らんかったらいけるんちゃう。いや、喋らんかったらもう多分存在さえ認識されないぐらいの感じです。なるほどね。俺やろ、多分。俺がやかましいからやろ。めっちゃ言われんねん、声でかいとかうるさいとか。え、でも多分、いなくなったらめっちゃ寂しいじゃないですか、多分。ん？喋らんくなったら？はい。想像したくないです、僕。黙り込むヒカルさんみたいな。いや、全然できんで。できるっすか？うん。あ、でも今やんないでくださいよ。いや今はやれへんよ、はい、今やっても何のあれもないけどな。僕の汗の量が増えるだけっす。何してくれてんねん。隣でビッシャもう1分前やで。やばい、もう1分前やで、はい、あっという間やったね。わらわらわらえて、みんな今日 よくわらわらわらとよいしょよう言うてくれんな。いやでも初めて出たっすけど、なんかあれっすね、うん、優しいっすね、みんな。まあね、コメントめっちゃくれる、思ったより。僕でも予想で10本ぐらいコメント来たらちょうどいいぐらいかなと思ってます。もうそれあれやな、ツイッターやな。ツイキャスやな、それ。ツイキャスにさえ踊りますから。うん、ツイキャスも見てね、みんな、はい、毎週やってるんで、はい、やってるんで、ヒカルくん誰かに出る、それは伝えて、また。はい、じゃあまた来週。はい、お願いします。じゃあねー、ありがとう。でもなく黙り込んだことにされ、何回目の錯覚だ、笑っていたろう、さっきまで伝い込んだ仮面をやめ、辛くたり紛れ込み死んでしまった純情、ましてや無情なほど溺れているんだよ、息もせずに。壊れてゆくこの街で僕らは無力だ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。